明け坊の橋付近を流れる夜明け島川パク、滝夜明け島川は、秋田県和ズ市を流れる米代川支流の川である。和ズ市南西の三妻田森、三方港付近に源を発して北へ流れ、同市八幡体で米代川に合流する。流域には、かつて金鉱山があった。夜明け島の名前の由来は、天狗伝説や、ダンブリ長者伝説に固くされている。 ダンブリ長者の召使いのうちには、目、鼻、手長、足長の4人がおり、それぞれの名が示す通りの人通力を持っていた。4人は、たくさんの手下を持ち、山根を招いたり、山や沢頭を切り開いて、田畑を作った。田山から瀬の沢を経て、花輪に通じる通称花輪腰や田山から兄川、賢部を経て、梓沢を通り被害に通じる道路を切り開き、 よく長者を助けた。人間以上に働くので、この四人と、弟子ともを天狗と呼んでいた。天狗ともは、湯瀬温泉から八万体の間を渓谷を切り開き橋を一夜に、してかけた。これが有名な天狗橋と伝えられている。天狗ともは、天狗橋をかけると、秋田に通じる千木道を開くために出かけた。天狗ともは、天狗橋をかけるのに時間がかかり、 途中で夜が白々と明け始め、天狗友は帰ってきてしまい失敗した。そのため、この場所は、夜明け島と呼ばれるようになった。北緯39度59分59.4秒、統計140度43分54.1秒、北緯39.999833度統計140.731694度。 39.99983340.731694長者屋敷と伝説八万秀夫秋田磯尾新報1952年6月20日ありがとうございます